ユナカシスオレンジやばい。え、可愛くないですか。え、ユナいつもこうなんですよ。弱いもんね、ユナ。え、めっちゃ可愛くないですか。ね、すごい気持ち悪くなっちゃうもんね。うちなんて今日レモンサワーだけど、基本的にはいつももうハイボールとかビールばっかなんで、だからなんかユナみたいに女の子っぽいもの頼むのマジ羨ましい。え、マジ可愛いですよね。なんか仲良しの男女グループがあるんですけど、そこでも飲み行った時、なんかいつも女うちだけ残っちゃうんですよ最後。いや、なんかお酒強すぎ、強いっていうか、なんかユナみたいに気持ち悪くはならないって感じで、ユナすごい気持ち悪くなっちゃうんだもんね。え、うちですか。うち酔ったらなんかつぶやはしないんですけど、楽しくなっちゃってなんか触っちゃうタイプです。なんかあの男女関係なくね。てかユナここはみ出してるよ唇に。ねえ、もうマジかわいい。いや、この子マジかわいくて、そういうとこ。え、てかあれだよ、いつもより濃いからだよ絶対。なんでそんな今日くよくしてきた。いつも通りでいいじゃん。うちなんてほらもう全然取れてももう全然気にしないよ。まあでもユナね、メイク詳しいしね。いや、この子マジメイク上手なんですよ、うん、てかユナサラダ飛び開けて。うち全然しないんですよ。うち全くしなくていつも任せちゃうんで、いやマジユナお願い。いや、ユナこういうの得意だから。はい、来た来た来た、サラダ取り分け系女子。マジか、ゆなちゃん。え、じゃあれいなちゃんどうなん。いや、いいよいいよ。いや、二人で喋ってていいよ別に。いや、うちいない方がいいっぽいし、なんかこの雰囲気的になんか邪魔じゃない、どう考えても。いや、普通で別に怒ってない、怒ってはないんだよ。え、れいな、どうした、ごめん。いや、マジマジ怒ってない、怒ってない、やめてやめて。いや、触らんで、マジ熱い熱い熱い。おるわこういうやつ。なんか別に全く怒ってるとかじゃなくて、え、うち絶対なんかこの場に今日いない方がよかったよなと思って、なんかいい感じだしさ、そこら辺が絶対なんか邪魔者じゃね。え、別に怒ってるんじゃなくてね。だから別に全然ここの一件終わったらうち帰るよって感じ、全然。だから気を使うんで、そこ。じゃあ何歳に見える。ヒント、ヒントはまあ荒さ。え、31とかですか。はいはいはい、もういいです、いいです、はいはい、帰ってください、はい、今日もいいです、はい、もう帰ってください、はい、大丈夫です。いや、もう、ま、マジでいいです、もう帰ってください。え、みんな2軒目カラオケ行かん。いや、もういいです、あの、もういいです、いいです。いや、もう黙って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 、喋れない喋れない、黙って黙って黙って。いや、もううちは DM 切ったのね、自分から。もうそういう関係嫌だし、てかそもそもあっちも彼女持ちだしね。だからもううちから DM を終わらしたんよ、うん、普通にうちから。いや、まあ、既読無視したのはあっちなんだけど、でもあのスタンプで返して、でスタンプで返したらほらもう返せないじゃん。だからまあわざとうちはスタンプで返して相手にも返させないようにして、でそしたらまあそれで一旦終わるじゃん。でうちがある時夜暇だったからストーリー出したのね、夜暇って。でそしたら連絡来て、うざくない、めっちゃうざよね。でなんか会いたいとか言ってきて、でなんか結局あっちが迎え来たのよ、ね、なんかさ、普通さ、普通しないじゃん、そういうこと。なんか浮気相手に普通そこまでするっていう感じじゃん。そうなんで、もう別にうちもそういう関係望んでるわけじゃないし、でもなんかあっちはなんか本気っぽくて、うちに対して。でもなんか彼女がかなりメンヘラで、でなんかそれでなんか別れたいけど別れられないみたいなことをずっと言ってて、だからこう2人でこうベッド入ってる時とかもさ、何、なんかずっと別れたいって言ってたのに、ずっと彼女の愚痴。だからなんか都合のいい関係ではないよね、うちらは。そこはマジ確かで。え、やばい、ウケる。え、てかさ、うちがさよく飲んでるさ、涼介ってやついいんだけど、あ、そうそう、なんかストーリーによく下玉に載せてんじゃん。そう、そいつそいつそいつね、マジおもろいよ。え、マジ合わせたくて。え、今から呼ばん。え、呼ばん呼ばん。いや、大丈夫大丈夫、マジ絶対気まずくならんけん、絶対マジ盛り上がるよ、涼介おったら。マジで面白いやつ。喋ったことなくてもマジで大丈夫。とりあえず LINE してみるだけするよ。どうせ帰ってこんやろし、絶対大丈夫大丈夫。え、マジ大丈夫だよ、帰ってこないよ絶対。あいつ多分バイトかなんかしてると思うし。え、やばそれ。え、涼介いけるって。え、やば、やば。え、大丈夫大丈夫、え、マジ呼ぼう。え、大丈夫、じゃあうちと喋っとけばいいじゃん。大丈夫、あいつ全然放置してて大丈夫なタイプだから。え、マジで呼ぼう。え、電話していい。あ、もしもし。え、いける。うん、いや、ニナにも行けって。チャンネル登録お願いします。何でもするから、インス
伝わしたから。